どうもこんにちは、今回はですね久しぶりの100均製品です。左側の方がですね真空二重ステンレスペットボトルホルダー、こちらがですね 500ml のペットボトルに対応した保冷缶ホルダーとなってます。で右側がですね真空二重ステンレス缶ホルダー 500ml 缶対応というもので、まあ、500ml のビールとかですねとにかく缶に対応しているものです。でこちらの商品はですねダイソーで購入したんですがダイソーとしては高級品の部類に入ると思います。値段はですね700円、税込み770円となってます。まあ、この700円っていう値段ねダイソーで見るとちょっと躊躇してしまう値段ではあるんですがどうしてもね気になったので、今回これを買ってみました。まあ、この辺のものだとですね有名なところで言ったらサーモスとかそういったあたりが有名かなと思うんですけども、こちらのねペットボトルホルダーに関してはまあいろんなところから発売されてるのかな。まあ、確かねワークマンにも似たようなものがあったような気がします。でこちらの方に関してはですねお酒を飲む人、まあ、ビールだったり缶チューハイだったり飲む方に関しては、まあ、結構役立つかなと思うんですが、まあ、今時ですねなかなかその 500ml 缶のジュースっていうのが売ってないので、まあ、お酒を飲まない人に関してはこちらの製品はねあんまり使うことがないかもしれません。でどちらかというとねこちらの方が使う頻度多いと思います。ペットボトルホルダーですね。でこちらのですねペットボトル缶ホルダーに関しては、ここがですねシリコンになってましてこれも外すと、で外して、ペットボトルを入れてでまたこのシリコンカバーですねこれをかぶせるという作りになってます。で少しだけ注意点なんですが、これが 500ml の、ペットボトルですね。で今ね時期が時期なのでお茶とか水とか入れたいとこなんですが、そのあたりね結構ね 600ml のものが多かったりします。まあ、ありがたいことにですねメーカーさんがこういうふうに増量してくれてるんですがこの保冷缶ホルダーがですね 500ml までしか対応してないので、まあ、500ml であればこんな感じでぴったり収まります。でこのシリコンも外れてくることがないと。ただこちらのね 600ml 缶、まあ、一応ねこれ蓋閉めようと思ったら頑張ったらできるんですけども、まあもともとね対応してないので一応頑張ればできるけどすぐこうスポッと外れるような感じになります。まあ、今コンビニでですね、こういったお茶とか水とか買おうとすると、こんな感じのね 600ml のペットボトルっていうのがね結構多いと思います。なので、まあ、ちょっとそこだけ注意かな。で今回ねこのペットボトルホルダー使って、どれぐらいのね水温の変化があるかっていうのを実験してます。それはねあえてこっちの方でやってみました。さあそれではですねこちらの真空二重ステンレスホルダーこちらがですね時間経過とともに水温がどのように変わっていくかというのを実験しましたのでご覧ください。まずはですねタープの下晴れの日にタープの下でやった実験です。さあご覧いただいた通りですねこちらの真空二重ステンレス缶ホルダーの方が水温がかなり上がりました。でもねこっちとあんまり違いがないはずなんですよね。なのでおそらく水温計がこの辺にあったのかなと思います。でこちらのペットボトルに関してはですね水温計がおそらくこの辺にあったのかなと思います。なのでこの水温計のある位置によってですね温度が全然違うのかなという仮説を立てまして今度はですね夕方ではありますが直射日光の下で同じような実験をしています。
はい、ということでですね、やっぱり、水温計の位置によってね、温度が違ったのかなと思います、最初の実験はね。でこれぐらいの時間ですね、この水温を保ってくれるんだったら、まあ、700円出してもね、買う価値はあるのかなという感じがします。さあこれからはですね、実験結果ではなくて、まあ、体感のお話ですよね、その数値に現れないところのお話なんですが、これね、この辺ぐらいまでぬるくなってました。でこっからこれぐらいまでかな、これぐらいまでの温度が低いままでした。でこっちもですね、この辺がぬるかったです。ぬるかったんだけど、この下の方はね、まだ冷たいままでした。なので、まあ、今回ね、実験としてはですね、温度の上昇っていうのはあまり見られなかったんですが、本来はちょっとずつ飲んでいくものなので、やっぱりね、温度の変化っていうのは少なからずはあるのかなと思います。まあ、これね、実際炎天下の中で使ったりもしたんですけども、まあ、体感としてはですね、飲み終わるまでにある程度冷たいまま維持してくれてるという感じがしました。あと、まあこちらの注意なんですけども、これね、やっぱりペットボトルがありますよね。ペットボトルが太くなります、これに入れることによってね。なので車のドリンクホルダーとかね、その辺にはね、結構置きづらいと思います。どうしてもこれだけ太いですからね。なのでちょっとそこがネックかなと思いますが、まあそういうの気にしなければ、全然買いかなと思います。ということで今回は真空二重ステンレスホルダー、こちらはですね、ダイソーの700円商品にはなるんですが、気になったので今回購入して、実験をしてみました。結果としてはですね、十分実用性に耐えるものだと思いますので、気になる方はですね、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。それでは